りなさい。
つなぎます。一日の対戦で周辺の店舗と屋台はどのくらいのモラを稼げるんでしょう。見ぬぼれた奴らめ、なんて幼稚さだ。俺も対戦に参加できればいいのに、なんで俺にはテイムの経験がないんだ。一日の対戦で周辺の店舗、you
はびこれ。今日は強霊院のやつが面倒を起こさなきゃいいけど。手をつなぎましょう。私って結構やれるんだ。手をつなぎましょう。主催側の運営能力は悪くないようだな。書き留めておく価値がある。だがスポンサーの資金源はまだ調査の必要がある。相手が普通すぎてがっかりだな。丸見えね。と、と、あの頃は毎日楽しそうだった少女がこれほど強い気迫を持つ女性になったとは。手をつなぎましょう。お金で僕を買収しようと考えているなら少なくとも倍は出してもらわないと話にならない。商売では高い値段をつけてから交渉の余地が出てくるってもんだ。全部丸見えね。こんな簡単な仕事で高い給料をもらえるなんてラッキーだぜ。エルヒンゲンの旦那についててよかった。今回の大会はなかなかいいわね。会場は小さいけど観客は十分いるし、人
々に配慮して置かれた施設もある。参考になるわ。キノコンって可愛いわよね。あ、本当、すぐハマっちゃうんだから。お前らか、世間知らずのネズミどもが。ずいぶん大口を叩くんだな。なんでそう思うんだ。キノコンに余計な思い入れを抱くとは、なんという弱さ、滑稽に過ぎる。これは最強のテイマー、ハニヤ様の理念に背くものだ。無駄な妄想を。軟弱なものなど、アニヤー様と対戦する資格はない。お前らはここで脱落するのだ。訓練が緩すぎたのか。倒せたけど、なんだか喜べないぞ。
旅人、パイモン、私、勝ったよ。よかったな、レイラ。参戦の目標を無事に達成じゃないか。あなたたちも、あの連戦連勝の鉄骨総統を倒したって？でも、なんだか嬉しくなさそうだね。なんというか、相手が薄情なやつでさ、おかしいことばかり言うんだ。そうだったんだ。なんだかちょっとかわいそうなテイマーだね。うん、だってその人はハニアさんのことを知らずに朦朧とした印象で彼女を推測し真似してたんでしょ。ハニアさんがこのことを知ればきっと同じように悩むと思う。それにそのテイマーは厳しい考えで自分が損をしただけじゃないでしょ。他の戦士の精神まで影響を与えてしまったんだから。うん、お前の考え方ってすごくいいよな。みんながお前と同じなら大会はもっと和んでて楽しい雰囲気だっただろうに。私の目標がそこまで高くないからってだけかも。天天ヨーヨー獣を連れ帰って一緒に暮らせるなら私は満足なの。さて、次は私たちの勝負だね。勝敗なんてどうでもいいから友好的に楽しくバトルしよう。友達同士の磨き合いだと思ってくれればいいから。よし、天天ヨーヨー獣とポコポコビーニー、どっちがすごいか見ものだぜ。勝った方は負けた方におごりだぞ。楽しそうな約束じゃが、わらわは何か重要な会話を見逃したかの。ミカ、やっと会えたぞ。この間は何も言わずに去ったから、オイラたちはまだ手がか、古墳、相談したいことがあるんだ。わらわも悩んでおったぞ。遊び気分で参戦したはよいが、準決勝まで入ってしもうた。仕方なく時間を作って僧家たちの取材に付き合っておったんじゃ。何時らについては心配せずとも、きっと仲の良い対戦ができよう。こっちは少し真面目に対応せねばの。何せ相手はその変質的なやつじゃから。確かに、まさか八重お姉さんがハニアさんと対戦することになるなんて。ポジティブに考えようぜ。もしかしたらミコがハニアを倒してくれる可能性もあるよな。そしたら直接ハニアを説得はできなくなるけど、ミコがここで負けるのも嫌だからな。
緊張するけどワクワクするね。みんな固くならないで。天天ヨーヨー銃が率いてきたあなたたちチームはたくさんの困難を乗り越えてきたんだもん。実力は十分だよ。さあ全力を出してね。負けちゃった。でもあなたも仲間たちも今までで一番良かったよ、天天ヨーヨー銃。私嬉しいよ、本当に満足。あなたたちもありがとう。私と天天ヨーヨー銃のバトルは完璧な終わりを迎えた。もしあなた以外の人に倒されてたら、ちょっと悔いが残っちゃってたかもね。レイラと天天ヨーヨー銃も強かったぞ。もうちょっとで圧倒されるとこだったぜ。勝敗なんか気にせず、キノコンたちの才能を思いっきり発揮させて対戦する。この感じ最高に気持ちよかったな。そうだな、他の対戦でも今みたいに他のことなんか気にせず済んだらよかったのにな。さてミコはまだハニヤーと戦ってるんだよな。オイラすごく心配だ。早く様子を見に行こうぜ。何時らの対戦も終わったか。結構時間がかかったところを見ると接戦じゃったんじゃろ。ヒヒッ、その気楽そうな口ぶりじゃきっと楽勝だったんだな。うむ、確かに何の懸念もない対戦じゃったぞ。
わらわと百雷シャロはたったいくつかの技で。ハニヤーに負けたのじゃ。その散漫な態度、私をからかってるのか。めっそうもないぞ、ハニヤ。何せ汝の意志は非常に強い。ある種を破滅させようとするほどじゃ。汝のような相手をからかうわけにはいかぬの。じゃが、この道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時、その執念はどうなるじゃろうな。楽しみにしておるぞ。余計なお世話。ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤーさんだったってこと。それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ、百雷シャラが炎一を傷つけてしまっての、ハニヤーは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただあやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて、意外に脆いもんじゃった。もしかしてハニヤーは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか。実はあいつも炎一のことを心配してて、巫女の前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤーはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ。あやつは今きっと疑念のさなかじゃろう。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えは何時ら三人にかかっておる。あやつの行く場所を何時らは知っておるはずじゃ。私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたら、ハニヤーの顔色が悪くなったのは、レイラがキノコンを日常生活に連れ戻り、重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感、当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。ハニヤーとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤーを助けたい気持ちはわかるが、あやつは何時が対処できるタイプの人間ではない。ここはわっぱたちに任せるのがよい。確かに
私がいらないことを言ってハニヤさんを刺激したら、かえって悪いことになるかも。それに、体力不足で速さについていけずに、半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬか、わっぱ。ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも汝に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた汝らにわらわの見解を話すとしよう。天道地ボンボン爆弾、足元に気をつけて。
オイラたち、炎1の痕跡をたどってここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。ん？待てよ。お前、炎1を慰めてるのか？皮肉よね。炎1がキノコンじゃなくて普通の動物だったらよかったのに。さあ、次会うときは決戦よ。何か言いたいことがあるなら、私を倒してから言って。その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。君たちは確かに単純で善良ね。だけど、物事を理想的に考えがち。私が言ったところで君たちは理解できないと思うから、これを見てちょうだい。これは…
これは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け、多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は、私が子供の頃からそれを繰り返して読み、キノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。そうだぞ、こんな過去があるならなおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。 H 法師は人とキノコンの共存を可能にするんだから。 H 法師がキノコンを穏やかにさせるなんて、そんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて、似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局全員失敗して逃げたわ。今の H 法師だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに工事の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり、周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を持たない者が法事を使うとすぐに具合が悪くなってしまうわ。まさか最近のレイラの咳も H 法師のせいなのか。言わなくたってわかるはずよ。カウトリアは学術に夢中な気狂いで、自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し、人々のキノコンに対する警戒心を緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎一もね。私の過去とさよならするの。ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤを倒す一択しかなくなったな。ハニヤは前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだからもう一度読んでみようぜ。
が集めた学者たちの研究記録だったってことか？おい、この部分は難しいな。字が汚いし、専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。あ、待てよ、見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ、ドリーからもらった資料にあったぞ。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。捕獲装置？カレーポーション？なるほど、ハニヤーの先祖を襲ったキノコンたちはそのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーはカレポーションの進化版で、英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな、あの嘘つきめ。でもカウトリアは何のためにこれほど英知宝珠の宣伝に力を入れてるんだ？それなら早くエルヒンゲンにカウトリアのやつに資金援助をしちゃダメだって伝えないと。ハニヤーに関しては当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。心配するな、ポコポコビーニー。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。あれ、オイラの言うこと分かるようになってないか？お前ますます賢くなったな。え？いつからだ？全然気づかなかったぞ。ってことは今のポコポコビーニーは本当にオイラたちと共存できてるってことか？ひひ、だから言ったじゃないか、オイラはハニヤーの
キノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコンの中にはいいキノコンもいる。ポコポコビーニーみたいに人の感情がわかるキノコンだっているんだぞ。まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。英知宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限りキノコンの仲間はずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからもポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに、なんとかならないのか。残念だけど今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか。確かにこれほどの大イベントをやるからにはきっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたら、あいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニアンを倒して意地を張らないようにさせるんだ。それからエルヒンゲンを説得して一緒にカウトリアの計画を暴く。準備はいいか。今日はサウマラダハスハイの一番大事な日だぜ。ハニアンを倒してあいつの考えを改めさせるんだ。そしてカウトリアの計画を打ち砕こうぜ。難攻不落。逃げ道はありません。覚えたわよ。